これはあれ動画ですか？これは動画ですね。あ、じゃあこれもぜひちょっとねちょっと真っ暗やけどこれはちょっと、どうもチョビです。はい、今日はランニングに、なんと MDK のとか俺のチャンネルじゃないんですけどあのあれですね、マーフィーさんが来ていただいております、ねね、MDK のベースの、はい、で今、ウォーキング中なんで喋れてますけどランニングになったら多分ぜいぜい言ってるかもしれないで、僕もね、昨日久々に YouTube のチャンネルね、まあ、やってるんですけど、動画1本、うん、久々に上げたんですよ。上げた、あ、見てないまだ。すごい、そのあ、ついさっき1時間前ぐらいに、あ、本当に編集し終わってね、上げたんで、すごい、その久々にやると面白いですね。ね、いいよね、まあ、やっぱり何事もちょっと緩く続けていくもんだなとはね思いますね、うん、真っ暗で何も映ってないけどね。まあライトもこうないですし、仕方がないですよ、ね、この場はね。ね。うん、いやでもそんなところ。お、あの木月城が。いただいた。あれが日本一小さいお城と言われてます。日本一小さいお城なの？日本一小さいお城、月城と言われてますから。そうなんだ。はい。あ、じゃあそしてあれですね。で一番大きい橋だし。はい、草草です。草草はどうさで、ここが八坂川ですね。八坂川、はい、これがまあ一応一番まあ大きい河川ですね。ここであの幻の、うん、城の下のカレーが釣れるわけですか。城下カレーは多分あの肘の洋国城跡あ、そうね、洋国城跡で翔太の寿司も採用されたあの全国大会編翔太の寿司で出てるのが肘のね、洋国城跡ですね。肘なんだ。そうなんですよ、ここはね、残念ながらお城の中ぐらいしか、あ、そういうことか、ないんじゃないかなと。あ、そういうことか、思われますね。そうなんですよ、すごいな、これコラボ動画ですね。すごい嬉しいですね。初めてのコラボ動画で、もうまあ真っ暗闇でしたけど、真っ暗闇でした。まあそんな感じで走りながら撮りたいです。撮れますやってみます。以上に背中に当たりましょうか。ちょびひげとちょいひげで走ります。走ります、行きます。はい、冷たい風、この風がね、今時期ぐらいまではまだこうね、少し快適なんですけど、これがもう真冬になるとね、これはなんでこう出てきたんだろうって、毎回思う風なんですよ、これが。あと今は身に当てつけないかな。そうですね。普段から体を整えてね、これがちょっとこう音楽活動にも直結するということでしょうね。はい、今もうね、そうなんですよ、確かに動きますからね、ライブはかなり僕もね動きますね、ライブは。そしてこの橋を抜けたらちょっと車が動きますね。エレファントカシマシの PV みたいになってますけど大丈夫ですか。戦う男なんかの PV みたいな。ここで何かこう PV に使いたいぐらいだ。あれはびっくりですね。やっぱあの体を鍛えすぎるのがこう行き過ぎるとちょっとこう、うん、精神状態っていうか、こう、肺になってるんでしょうね。あ、その肺を味わいたい。肺を味わいたいですね。だいぶでももっと肺になりたい。そう、肺になりたい。そのためにでも、酒に頼ってますからね。完全に。肉体から出る肺ではないですから。外から借りてる。そう。そう。僕の場合はそんな感じです。ここがね、ちょっと危ないですよね。危ない、ここ危ない。で、ここ段が、本当だ。ここ段あるんですよ。危ない、危ない。危ない、危ない。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 で、ここ、ほら、乗らん。あ、犬もいるんで。あ、大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、本当にこけた。え、怪我ないですか？大丈夫。お、大丈夫ですか？お、
おー、危ねえ。おアクシデント。取れてます？あ、取れてない。アクシデント。アクシデントが。アクシデント、本当にこけた。止まった瞬間とこけた。危なかったですね。危なかった。もう一個あるんですよ、このくぼみが。ここに。やばい。ちょっと、ここ、ここ。やかりの潜水体育。おい、頑張れ。よしよし、行きましょうか。せっかくに僕は取りましょうか。お願いします。そうですね、じゃあ今日は調整してちゃんと一緒に走って今から検査します。では検査です。いいぞ。 OK、 検査します。はい、 OK。薄いじゃねえ。しかもまた落ちた。今度は真面目にやります。行きます。はい。うわ、安定してる。しかも相当反動もいい。いいっすね。とても仕事ごとは思えないぞ。仕事の服だ。ジューシー、頑張れ。ジューシー、すごい、すごいっす。さすが鍛えてるだけありますね。正解です。はい。はい。通らずに。のもう昔の商店街ですね。ね、この街灯が昭和の感じが。到着来たよ。こんなところなんだ。そうなんですよ。でもあの別荘にあれ出てることもあるんですよ。さん、奥さん。そう、いないでしょ。いないと思う。一緒に大山さんも行かれたって言ってますね。うん、うん、ね。そうだよね。俺まだ俺行ってないの。そうなんですか。行ったことないです。ちょっと今度一緒に行こうか。あ、ですね。ね、一緒に行こう。2月ぐらい呼ばれてるんですが、そう。いつでもね。はい。行こう行こう。もうちょっと足を。よし。よし。さあ、くぐらばくぐ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 。どこまで全部できた。すごいですね。カメラ撮影場所がね、二の腕がやばい。いやいや、それで、もっとすごいですね。まあ、明かりがあるから、ここはいいですね。ね。さっきはほんとちょっと、見えなすぎて怖かったですね。怖い。さあ、そうすると、もう出発点のセブンイレブンが、セブンイレブンが近くに、やっぱちょうど4キロから5キロぐらいかなと思いますね。セブン看板見たのの
全部歌う歌うタイプの人ですね。乾杯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 。いやこれはいい動画だ。あー、おごってもらったのはやっぱうまいな。たまらないな。あ、今日は付き添いありがとうございます。いえ、もうこちらこそ、もう僕もヘタレの心を出さずに済みました。今日は筋トレもできたし最高最高最高です最高最高。